お家でもビヨーンズ学校。お家でもビヨーンズ学校。はい、それでは授業を始めます。日直さん号令お願いします。気をつけれ。お願いします。本日授業を担当します、ビヨーンズの島倉梨花です。恐竜の生きていた時代、中生代を3つに分けた三畳紀、ジュラ紀、白亜紀。今回は恐竜の生きていた最後の紀、白亜紀について授業をしていきたいと思います。筆記用具、ノート、水筒、水筒の中身はお茶か水にしてください。それでは必要なものを持って白亜紀にタイムスリップしていきましょう。せーの、はあ、ここが白亜紀か。白亜紀とは、今から約1億4500万年前から6600万年前の恐竜が最も栄えていた時代のこと。まさに恐竜の黄金時代。あれは史上最強の肉食恐竜として多くの人に知られ、約1億年の時を経てもなお子供たちに絶大な人気を得ている恐竜、ティラノサウルスだ。ティラノサウルスの全長は約12メートルから13メートル。一般的な象は6メートルなので、約2倍の大きさだと思えば想像しやすいと思います。ティラノサウルスの強さの秘密は、この歯です。歯。ティラノサウルスの歯には、ティラノサウルスの歯には、ノコギリのようなギザギザがあり、それが約50本ほど並んでいたと言われています。しかも歯のサイズは大きいもので30センチもあったと言われています。この大きな歯が獲物を骨まで噛み砕いていたと言われています。そんなティラノサウルスですが、めちゃめちゃ可愛いポイントがあります。それはこの前足です。めちゃめちゃちっちゃくないですか。人間がこれくらいなんですけど、人間とよりちょっとちっちゃいくらいの大きさです。頭が大きかったので、バランスを取るため、そして獲物を素早く攻撃するために、この大きな体の割に小さい前足になったんじゃないかと言われています。ここがティラノサウルスのキュンとくるポイントです。この音は、私島倉梨花がお気に入りのパラサウロロフスだ。パラサウロロフスの最大の特徴は、なんといってもこの頭の長い突起です。突起の長さは約2メートルもあったと言われています。中は空洞になっていて、大きな声を出すために使われていたと言われていますが、実はこんな恐竜もいます。じゃん、サウロロフス。気づきましたか。これは実はパラサウロロフスにあったこの突起の部分がないんです。パラサウロロフスの名前の意味は、サウロロフスに似ているという意味です。こんなパラなしの恐竜もいるんです。皆さんはどっちが好きですか。まだまだ話したいことはたくさんありますが、今回はここで緊急ニュースです。4月29日、国際研究チームがスピノサウルスについて、陸にいた恐竜ではなく水中に入って魚などを捕らえていたのではないかということが発表されました。これはかなり熱いです。今まではスピノサウルスはこのような体の作りだと思われてきました。そして2014年にスピノサウルスは陸上と水中で生活をしていたという説が発表されましたが、今回ほぼ完全なスピノサウルスの尾の化石が発見され、このような体の作りで泳ぐのが得意だったと発表されました。この尾が、なんだろうな、カモノハシみたいな感じの尾になってます。どっちがかっこいいとか置いといて、こっちなんじゃないかという発表がされました。こういうことがあるから恐竜は面白いんです。この授業で恐竜に興味を持っていただけていたら嬉しいです。では今日は戻らずに白亜紀で解散をしましょう。日直さん号令お願いします。気をつけれ。くれぐれも恐竜に食べられないように気をつけて帰ってください。最後まで見てくれてありがとうございました。